なんかで登壇させてもらったことあるんですけど、ちょっと地味なんで、初めてなんで、すっごい緊張しますけど、結構あるので、それが、ちょっと、お尻に進めちゃうと思います。はい。はい、先ほどご紹介ありがとうございます。ミキトロと言います。よく下の名前で、ずっとブログ書いてたんで、下の名前はトロさんと呼ぶと思います。ウェブデベロッパーという方だけやって、まあ、ワードプレスは、しかも見えへんかな、これはね。ワードプレスはこの辺、こんな感じでやってます。で、まあ、今日、東京から来たんですけど、関西で何回か登壇してて、あと、元大阪の南の人間なので、まあ、どっちかというと、この、帰ってきたんですね。地元に貢献の一つになります。で、まあ、僕の経歴自体は別にどうでもいいことなんですけど、要は、そうですね、10年ちょい前から独学で学び始めて、で、HTML、CSS からスタートして、まあ、ワードプレスをきっかけに PHP とか学んできたんですね。で、まあ、今の職種、あっていうかちょっと前かな、っていうと、まあ、マークアップエンジニアとか、マークアップパー、その辺からこう、ちょっとスタートしてきて、今に至る。そんな感じで、こう、歩んできた方ってどれぐらいいます?こう。あ、半分も言ってるか言ってないぐらいかな。はい。でも今大変ですよね。はい。で、まあ今日ちょっとどんな話をするかってことなんですけど、僕だから、この夏に、転職しましたね、ちょっと前に。で、その時に、実際、面接とかで言ってた話なんですけど、自分自身のスキルをもうちょっと上げたい。っていうところで、まあ、ちょっと使ったとか、ちょっとあやふやとか足りないなとか、まあ、PHP のならのすごいモダンですとか、コンポーザーも前職は使い回す必要なかった。あとはまあ、よくある話なんですけど、暮らしとか、オブジェクト思考が入ってくると、若干ちょっと、早めになりますね。で、あと、グーテンベルクのことを考えて、モダン JS とリアクトです。まあ、この辺かな、とか、思ってたんですが、半年間ずっと、ブロックエディターに、いろいろ対応したテーマ、作成とかっていうと、ちょっとそれだけだときつい、あるいはちょっと違うのかな、と思ってくるところも出てきました。で、それは良いテーマを作るためなんですけど、まあ、人によって良いテーマっていう定義が、違いますし、案件内容もあるとか違うと思うんですけど、まあ、いい品質のものを作れると思ったら、それだけじゃない気がしてきたなと。で、まあ、グーテンベルグっていうプロジェクト自体はもう次のフェーズに入っていて、サイト全体をブロックでやっていくっていうところに、今、ベータテストというか、そういう段階のものがもうすでに出てきちゃってるので、今のうちに学び、実践しておいた方、まあ、あるいは、人によって違うと思うんですが、学び直しとか、鍛え直しとか、レベルアップとかした方がいいかなってことを考えました。で、今日は僕が話すことの中期としていくと、これで明日から作れるとか、ノウハウ、そういったノウハウとか、こういうコードを書いておけば、5倍早いですとか、そういうティップスみたいなの出てきません。で、僕自身も全部完璧にそのブロックが全部できましたとかっていう話ではないので、でも、途中段階でも、共有して、まあ、お互い実践していければな、と。で、まあ、日本でもそのフルに、ブロックエディターで対応している品質の高いテーマって、本当もう片で数えるぐらいしか出てきてないので、みんなでこう、もうちょっとレベル上げていければいいのかな、そういう貢献できればな、っていう視点と思いが入った、ちょっと話なんです。で、学んでいくことが、3つ出てきます。で、三つのうちの一つ目が PHP です。で、なんか、ブロックエディター時代でとか、何を今更 PHP ってことをやると思うかもしれないですけど、理由はこれです。2011年7月に、左上の方ですね、ワードプレス 3.2 の時に 5.2.4 の必須になりました。で、ここから8年間、まあ、何もなく、突然今年の4月に、まあ、5.6.20 が必須になりました。で、7.3 が推奨で、で一応今年の年末に 7.何かが必須になるっていう予定で走ってたんですけど、どうもそうはならなさそうな
気はします。で、僕がさっき、あげた、学ばなきゃな、みたいなやつは、どっちかというとこの、一番右端のな、って、この辺になるんですけど、PHP って実はこの 5.2.4 が2007年、6.2.0 が今年ピースになった。これでさえ2016年、3年前なんですね。だから、この辺のコードってずっと前からあるやつで、ワードプレスでは、必須環境じゃなかったの、使われてなかったっていうだけであって、で、そうですね、インハウスだと、まあ、なんていうか、見る種類の幅が少ないんですよね、ちょっと。で、自宅になると、素晴らしい、いいコードも、ぐだぐだのコードも、いまいちなのも、全部合わさってこう、目にすることがある。そうすると、まあ、いろんなレベルの人がいて、まあ、中にはちゃんとそのあれば、PHP のプログラマーさんがあんまりワードプレスのことを分からずに書いたやつで出てくると。そうすると、クラスとか7とかって言ってるよりも、この 5.3 と7の間の関数とか、結構出てくるんですよね。つまりもうちょっと手前の部分で、まあ僕もそうですし、他の方もそうかもしれないですけど、前そこの部分のレベルアップって若干おろそかになって、ワードプレスって広報感を気にしてるんで、なんていうか、それにあぐらをかいてる状態ですね。恥ずかしい。これやばいぞ、と。結構これもうちょっと、基礎を叩き直さなあかんちゃうかなっていうふうに思いました。で、そのうち、まあいろいろあるんですけど、時間もないんで一個、例を出します。で、明確にこれの理由があって、で、後で言いますけど、無名関数って言います。こちなみに 5.3 からなんです。無名関数が何か知ってて、ワードプレスで使う、テーマとかで使う際にあたっての注意点とか、言えるよっていう人は、いますか？ここに。実は僕もね、1年前はね、ずっと知らなかったです。僕が知ってるからすごいだろうとかいう話じゃなくて、こういうところがいろいろ出てきました。どういうことかというと、これ、ね、上のやつ、これ見えますか？消して、あれ？ライト消せます？ライト、あそこ。よく使われる、やつを例に出しました。具体的に何をするか適当にサンプルを書いてあるんですけど、上、よく見ます。フィルター。服のフィルターを使って、まあ、タイトルをちょっとゴニョゴニョといじっているわけなんですよね。で、フィルター名がエンタータイトルヒエで、コールバックしてるファンクション名がマイシンカスタムエンタータイトルヒエっていうやつなんですけど、これを無名関数式に書くとこっちになります。で、見てもらったら分かると思うんですけど、このファンクション、コールバックしてファンクションを書いてないんですね。で書いてなくって、そこ、矢印消したんだな、スライドから。上で書いてるやつがそのままここに突っ込んで入ってるっていう感じになります。はい。で、詳しいことはですね、PHP のサイトを見てください。全部書いてます。で、まあ、行数も減るし、この、いちいちこの名前を考えなくていいし、っていう風な感じで、便利だなって感じで、思ってたんですけども、実はこれって、ワードプレス使うと、落とし穴があります。戻ります。これ、無名関数で書いてないやつです。で、フックって、リムーブできるんですよね。だからフィルターは、リムーブフィルターできるんですけど、その時に、フック名と合わせて、その、コールバックしてるファンクション名を指定できなきゃ。ですけど、無名関数をすると、コールバック数、関数名がありません。ってことは、リムーブできないってことですね。で、例えば、具体的な例で言うと、親って使うことになったテーマが、この WP ヘッドに、例えば、Google タグ、違うな、Google Analytics のコードを差し込んでると。けど、このサイトだと、タグマネージャーのを使いたいから、固テーマからそれをアンフックして、別のコードを差し込みたいとなると、これアンフックできなくなります。で、厳密に言うと、できるらしいんですよね。おっしゃいました。ところが、指定できないので、そこにかかってるフック全部取っ払うことになります。そうしないようにするためには、なんか、
いろいろとね、僕ももうコード見てやめましたけど、ごにょ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 色を書かなきゃいけないわけですよ。まあ、できないもんだと思ってください。で、なので、特にそのテーマ、特に、特にフックあたりで向かってた時は、基本的に書きを守るっていうのが、大体、出回ってる情報っていうのが、まあ、こういう感じで使いましょうっていうのが、いろいろ言われてるわけで、まあ、完結する独自の処理のみで使う。で、特にコアのやつって、他のプラグインとかが、フックしてる時あるので、それは使わない。ですが、これらをすべて理解して、加味して、検討した上で、実はこういう考え方もあります。このコードは、ミシックっていうスターターテーマからちょっと抜粋したやつですね。で、よくテーマである、アッドオーシームサポートとか、レジスターナブメニューとか、ポストサムネイルとか、これもっとあります。よくテーマのファンクションスピリッピに書いてあるんですね。設定項目。メシックっていうスターターテーマを作った人、ジャスティン・タトロっていう人で、今 WP-1 の記事者に行って、すごい有料テーマをいっぱい作ってた人です。で、見てもらう通りこれ、無名関数で書いてるわけですよ、テーマですけど。しかもこうフックはコアのフックなわけですね。でもその、コテーマを作るそのカスタマーがいて、人がいて、なんかよくわかんないけど、コピペしてコードを使ってるとか、誰かから教えてもらったコードを使ってるみたいになって、この辺のやつをアンフックしてしまって、設定がほぼごっそり抜け落ちて動かないとか、わけがわからないみたいなことになって、そういうことを対応するのにも、堪忍袋の方が消えたみたいで。そもそも、これってこの辺のこと全部壊すと使えないでしょっていう考えのもと、これに全部無名関数って欲しくなりました。でも彼ちゃんとしたデベロッパー、ワードプレスの仕様も全部分かっているデベロッパーなので、前提として、そもそもテーマサポートとか、ナブメニューとか、そういうのって全部、リムーブしたり、アンフックしたりする関数が別個に用意されてるんですよ。だから、このアクションフックとか自体をアンフックする必要ないでしょと。そこをよく分かっているワードプレスの仕様かというデベロッパーさんたちなら、そこを無理全部アンフックしなくても、リムーブなんとかとか、アンレジスターなんとか、サムネイルサイズはオーバーライトするとかっていうのが、やり方は分かっているはずだよね、ということですね。はい。で、こんなように、5.6.20、またその7枚のコードを出会えば、もっと増えてきます。で、今言ってたように、使えるからって言って使っても、そのワードプレスの仕様とか、事情とか、歴史とか、いろんなものを神にした実装になってないと、何かにぶち当たる可能性があります。で、これ自分で使わなくても、他の人が使っていく可能性があります。何かの案件でもらったやつとか、便利なスターターテーマをダウンロードしましたとか、ググって出てきましたとか。で、それを自分で使わなくても、まあ、デバッグしなきゃいけない時になったりすると、そこら辺を理解が若干ないと難しい。なかなか、そうですね。ボスボにはまっていくかなと思います。なので、グーテンベルグで JavaScript でってことなんですけど、ワードプレスで交換を大事にしている限り、テーマの技術の土台、しばらく PHP で居続けると思うんですよ。で、よく PHP7 が、ワードプレスで PHP7 系っていうとサーバーに入れて高速が叶ってセキュリティがうんたんだな話が出てくるんですけど、そのテーマを作っている側の人たちにとっては、その、もしかしたら自分より一つ上のレベルというか、一つ技術レベル上のコードが入ってくる可能性が高くなってくるので、まあ僕みたいに若干裏返った人間はそろそろこの基礎をレベルアップしないと、基礎体力のレベルアップしないといかんかなっていう話がまず一つ目です。で、ちなみに僕はね、いっぱいカットしました、スライドが。いっぱいありますとかね。アレイを書き方とか、コンポーザーとか、ネームスペースとか、あと今後出てきそうな型宣言ですね。7が使用されたらすぐ出てきそうな気がします。7とか。っていうのがいっぱいまだあります。はい。2番目、CSS 設計です。で、CSS
じゃなくて CSS 設計。まあ CSS もなんですけど、CSS 設計ですね。CSS 設計って何のことか知ってる、なんかもう今ある程度自分なりにやってたりとかしてる方ってどれくらいいますか？これは言いますね。何かちょこちょこと言いますね。2割ぐらい、3割ぐらいかな。まあ、良い CSS を作ろうっていうそのためのルールなんですけども、まあ、この細かい説明も今日はないです。要するに遅くしやすい、再利用しやすい、保守しやすい、拡張しやすいっていう、がゴールではどうだろうかというふうに定義した、フィリップ・ウォルトンっていう方がいてですね。これ、Google と日本語の記事も出てくるので、見てください。で、ちなみに、これに絡むと、こういうのを見ます。SMAX とか、OCSS とか、FLOX とか、DEM とか。こういうのは、設計というより設計の手法ですね。設計のゴールに目指すには、僕はこんなのを考えて、こんなのはどうでしょうかって出しましたが、これなので、これをどれを採用するかっていう話ではないです。はい。で、ちなみにワードプレスでは、どれを採用するというのは決まってません。で、デザインシステムなども今まだありません。そういうの話は出てきます。まあ、とはいえ、よくコアが出すコードは OOCS っぽいの、OOCSS っぽいのは結構あります。例えば、一番上だと、ポスト。ポストでステータスパブリッシュっていうのは別々のクラスでありますよね。これ例えば、BEM だと、アンスコ2つでくっついてたりするような表現なんですけど、真ん中はタイムで一番下のブロックですよね。はい。でも、後で出てきますけど、普通のベムの書き方になってるところも出てきます。だから、まあ、某プロユニシー枠、フリーダムな感じで使われています。ただ、まあ、OCS っていうのが出力されてるっていうのは覚えておいた方がいいかもしれません。で、例えば、UL の LI の装飾なんですけども、まあ、今年ちょっと半年、とある案件というか、で、ブロックエディターをもう前提のテーマをちょっと作ってきて、で、上って動きました、動きましたね。で、そこからいくつかちょっと、今日の事例も取ってきますけども、例えばこういうのがあります。普通にコアについているリストのブロックで、で、デザイン的にはこの左端に緑の、ありますか、ね、緑の薄い線がちょこんちょこんって出てて、あ、これですね、これ。で、独自で追加したカスタムスタイルで、横並びのやつがあります。はい、こういうものですね。まあ、ブロックエディターの時に時々ある話かと思います。で、どういう CSS になっているかというと、こういう、まあ、これ僕が、実は僕が書いた CSS じゃなくてですね、弊社の CTO の高橋文家が書いた CSS ですけど、彼と一緒にいろいろ最終的にやったんで、で、まあ、重要なのは、before のところにコンテンツがあって、10ピクセル ×2 の、緑の線を出してると。で、下は、それを全部、リストスタイル、スタイルでホリゾンタルっていう横並びが掘りつくので囲ってあります。ちょっとそっちは今日はま、関係ないので省略しています。で、まあ、これで動きそうなもんなんですけど、まあ、実際に動いたんですけど、こういうことに出くわしたりするんですね。これ、先にフロントエンドの方を右側ですね、見てもらいたいんですけど、上は、コアのギャラリーのブロックです。で、見てもらったらわかると思う。さっきの緑の線が、ぴょこぴょこ出てます。各ブロックに。各画像が LI の中に入っていて、横並びになってるね、そこにも出てきてます。で、下のブロックはカスタムブロックなんですけれども、それも LI 使って出てきます。で、ちょっとね、どの時点か、僕ちょっとこれ全部、随分前に直したやつを、デバッグしたやつを戻して、もう一回バグを出させてキャプチャーったりしたので、ちょっといつの時点なんか、あやふやに覚えてるんですけど、この、ブロックエディターと問題ないんですよ。フロントエディター、フロントエンドが出てきてる。これの今出した例に限らず、こういうのはちょこちょこ出てきたりします。なので、ブロックエディターで入れてみたら大丈夫やなとかって思ってほたらしたフロントエンドでは出てたとか、そういうのが出てきたりします。で、これまあどうしたかっていうと、LI に、not っていう CSS セレクター使って、ブロックギャラリーアイテムっていうのがギャラリーのやつがつくので、それ以外の時にはこれを出すっていうふうにしました。で、下のカスタムブロックの場合は、一番外側の DV2 ループコンテイナーっていうのが
つくので、それを囲って、まあ、無理やりオーバーライド消していくって感じですね。で、まあ、ちょっと、今日、昨日、一昨日ぐらい見つけたという人で、この、今村さんっていう、その、有料のエディターのブロックエディターとして、まあ、が作って販売してらっしゃる方がツイートされたんで、このさっきできたノットっていうのは、結構使うことになります。あの他にもいくつか AI を使うようなものが出てきて、どうやってそれを回避しようかっていうの、結局ノットをつなげるとか、っていう感じになってきたりもします。あと CSS セレクターのあたりをもう一回確認し直すと、いろいろとやり方が見えてくるかもしれません。はい。で、これで、あの、めでたしというわけにもいかず、5.3 から、あの、空のブロックっていうのが改良されました。で、ブロックを入れたときに、こういう画面が出てくるようになるんですね。で、空のブロックって div、div の入れ子で、フロートじゃないな、CSS クリックとしか表出てるんで、まさか UL/LI が関係あるとは思わないんですけど、その、ここに入る、最初に、あの、ブロックの時に選択してくださいね。ここが LI なんですよ。LI なんですよ。で、Viga 2020で、見るとこの緑のやつは出てるわ、ここら辺のマージンは違うわ、パディングはぐちゃぐちゃだわ、なんか、そんなとこにも出てくるんかいなって感じで。で、これもさっきの、これさっきの逆で、フロントエンドだけ見てて、あ、問題ないねとかつってたら、そのエディター側で、まあ、UX 改善のために入ってるこれ、変更なんですね。エディターの、そこに出てきちゃう。まあ、これも、これは、表側と裏側同じようにして出すのがすごいめんどくさかったんで、もう無理やり、あの、エディター用の CSS にのみ、書きました。あの部分が何の CSS を当てられてるかを調べ、無理っくりマージンとかやり方を立てて、コンテンツの視点消しました。で、ここ、見てもらったらわかるんですけど、下、アンスコ2つ繋がってますよね。こういう便な書き方が突然出てくるっていうところになります。はい。で、今僕、分けましたって言いましたけど、フロントエンド用と、プロットエディター用の CSS 分けるんですね。で、フロントエンド用のやつを、なんだっけな、ステーマサポートの中を指定したものを書けば、自動的にエディター側でも読み込んでくれるんですけど、まあ、それだとちょっと分けづらいなと思って、分けてあります、これは。で、これは、ここに入れたのかな。まあ、前はね、クラッシュペイターだと、あんまり表側と一緒っていうのは、みんな期待してなかった人、あるいは、まあ別になくてもいいよっていう案件とかいろいろあったと思うんですけど、まあこれ、ちょっと相手次第なんですけど、まあ同じであることを期待されているのかなっていう気がします。そうすると、表側に出したやつも、ちゃんと裏側でも見えるようにしなきゃいけないというか、そこを目指しましょうっていうところが、このブロックエディターの前提なので、まあそれをやっていこうと思うとですね、まあ、これさっきの、やったテーマフレームワークの、ミジックからちょっとアイデアを書いたやつなんですけど、左側がフロントエンドに出てくるやつです。右側がブロックエディターだけで読み込んでるやつです。で、別々のやつを書いてます。で、すべてをちっちゃくコンポーネントに分けていって、基本的にフロントエンドのやつは全部フロントエンドで読み込んでるんですけど、ブロックエディターのやつは一部しか読み込んでないんです。で、加えてブロックエディターでしか出てこないクラスで囲って、で、そのブロックエディターの部分でしか適用されないような感じで出してはいます。これを、いろいろ細かくやり始めるといろいろややこしいことになっています。で、CSS フレームワーク。とりあえずブートストラップとかああいうのを使ってるっていう方どれくらいいらっしゃいますか？あ、意外と少ない。これかなりすごく複雑です。まあ、とある理由によってですね、今回作ったやつブートストラップを使ったんですけども、まず、このコンパイルされたやつ使うといろんな余計なやつがたくさん入っています。で、以前だと、あの、ほったらかしにしてても、ブロックエディターとこう何か他のものとバッティングするっていう可能性が、出てきます。で、多分、
ソースからインストールして、コンパイルした方が多分幸せです。で、それをすることによって、この、ちょっと前でこれで、細かくインポートすることも、分けることもできる。っていう感じです。はい、まだあります。ワイヤーとかカンプとか、デザインとか、なくても実装をしなきゃいけないスタイルが多数あります。で、幅広か全幅かとか、寄せとか、色とか、文字サイズとか。で、これ、多分今後またこういうの増えてきます。ので、それも考えなきゃいけない。あと、まだまだありますよ。コアが、勝手に挿入してくれる CSS があります。ブロックの基本的なスタイルが入ってるやつなんですけども、それを合わせて使うのか使わないのか。それを合わせて使うと、まあ、バージョンアップすると、そのスタイルがレベルアップしていってくれるので、こっちがいちいち追跡しなくていいです。いいですけど、さっき紹介したみたいに、スタイルの上書きが結構必要だったり、意外とね、ファイルサイズが結構大きい。別の案件で僕、アンプ対応のやつやってて、これが半分ぐらい占めて、パースがこけました。504が出てくるので、意外と大きいです。で使わないんだったら使わないで、まだまだ進化していくので、それに追随して対応しなきゃいけないですし、それが例えば一回やった自宅の案件の場合、それはその後どうするのかって今、問題も出てきますし、ちょっと別の話になっちゃいますけどね。とか、出てきます。で、まあ、でも、スタイル上書きしなくていいし、場合によっちゃ、その方が楽だったりするし、他のスタイルと合わせて全部ミニファイできるので、まあ、それもいいかなと、思います。で、まあ、まあ、でも、ついついめんどくさいなとかちょっと思ってて、上書きかなと思ったんですけど、最近ちょっと、もう一回見直したりとか、こういうのが入ってですね、こういうの上書きするの辛いなと思って、例えばこれ、ブロック、これはカランブロックで、メディアクエリで、ウィスを指定したんですけど、例えば、いや、僕のテーマは、ミンウィスの700で、キュリー単位ですって言ったらどうするか。それミンウィス追加するじゃないですか。追加はいいですけど、こやつとこやつは残るわけじゃないですか。そしたら、こやつとこやつも結局書いて、全部上書きしなきゃいけないっていう。ちょっと、辛いっすね。めんどくさいっす、辛いっす。結局、追跡しなきゃいかんやん、話に。まあちょっとね、僕も答えないです。どうしましょうかね、っていう。でも世界中でそう思ってる人たちは多分いると思って、なんか変わるかもしれませんが。はい。などなど。時間がある、フロントエンドとブロックエンド両方にいい感じに作れる、使える CSS っていうのは、まあ、なかなか一筋縄ではないなと。で、特に再利用と拡張って書いてあるのは、これ、もうとりあえず動けばいいっていうような場合によっちゃ、あんまりそんな考えないかもしれないんですけども、見てもらうと、まあ、なんとなくイメージがかかってますけど、すっごいこれ手間がかかって、で、工数もかかっています。で、僕、さっき言ったように、二人で、いっぱい、こう、リポジションにコミットしたんですけど、CSS でデグレーションをしちゃって、直したのにまた戻ったとかっていうことがあって、まあ、ちょっとそういう、そういう開発書をやってらっしゃる方はあったかもしれないですけど、僕個人的に、PHP はともかくその CSS でデグレーションをやっちゃったっていうのは、まあ、初めての経験だったので、まさかそれでもできるんだなと。まあ、僕が間違って消しちゃったってやつもあったんですけどね。なので、そういうとこも含めて、この再利用と拡張をやろうとすると、もうね、設計段階から練り直さないと、まずいな、という感じです。で、最後、ブロックエディターです。今までのやつだと、二箇所で良かったんですよね。乱暴に言ってしまえば。エディターの上の部分と右端。まあまあ、下に追加することもできるんですけど、カスタム。まあまあ、でもこうです。ところが、ブロックエディターは、まず、ツールバー。ですね、この真ん中に出てる、これツールバーとかって言うんですけど、ツールバー。そこからドロップダウンできる項目もあります。で右側にブロックを指定すると、その設定バネが出ます。で、投稿のところも、これ、左が投稿、なんだっけ、投稿ポチッとボタンを押す前は、公開するボタンを押す前です。で、そうすると真ん中のが出てきて、それでようやく右端のが出ます。でさらに、
右上のギア、このアイコンとか、違うな。三つ星、三つの点をアイコンクリックすると、こういうのが出てきて、こういう、なんだっけ、パネルみたいなのができます。で、これ、全部かな。まあ、全部になる予定だと思うんですけど、ここに、独自に何かを追加したりとか、フィルターをかけて何かを変更するとか、もろもろあります。前はこの二つだけの部分を考えておかないと、ここも出ていきますよね。で、何を言いたいかというと、結局、何か、まあ、テーマ内でカスタムブロックを作るか作らないかっていう、まあ、議論は別にあるとはして、何のための、どういう部品を、どこに入れて、さらにそれをどのタイミングで出すのか。で、さらに、それをじゃあどんな風に表示させるのかっていう、と実装していくのかっていう部分、大まかに分けると、それを考えなきゃいけないんだなって思って。よく、そのブロックエディターって言ったら、ブロック作るって言ったらリアクトってなるんですけど、ここでリアクトがいる部分で一番最後になります。ここリアクト関係ないですよね。全部 UX とか、UI 考えるとか、あとまあちょっと日本だとあんまりないですけど、そのアクセシビリティですね。考えるとか、っていう分野です。デザインの男なんですよね。で、これ今ちょっと分かれたようになってますけど、これあんまり分けて考えれないところもあって、リアクトできるかっていう、作るだけ作っても、UX があんまりいまいち使いづらかったら意味ないですし、UX だけ考えられても結局今は、リアクトっていうコードを書かないと実装ができないので、両方やんなきゃいけないと。で、これを高いレベルで両方できる人っていうのは、まあ、そうそうあんまりいなくって、まあ、僕もみんな知ってるわけじゃないですけど、ワードプレスコミュニティ日本にでもそんなに、片手で数えるくらいいるかいないかだというふうに僕は勝手に思ってるので、結局これを二人とか三人でやるとすると、綿密にいろいろこう、やりとりしつつやんなきゃいけなくなっちゃうのかなと。で、例えばボタンブロックなんですけど、5.2 でこんな感じです。で、デフォルトのスタイルアウトラインあって、で、僕が作ったやつだと角丸が必要だったんで、まあ、安易にこのスタイルを2つ追加したんですよ。デフォルトの角丸付きとアウトラインの角丸付き。で、本当にこれでいいのかなと思ってたら 5.3 が出てきて、そしたら、下に出てるんですよね。バック線設定で角丸。あ、じゃあ何じゃいらんかったんですけど、まあ、消して、上にしたんですけど、上もディフォルトになったら塗りつぶしになってます。こんなに変わってるんですよね。でもこれも微妙なん、微妙だなって僕思ってて、枠線設定。これ0から10とかまでスライダーで設定できるんですけど、そんなことする人あんまりいないですよね。デベロッパーならするかもしれないけど。むしろこのなしか、まあまあ、小か大みたいな、そんな感じの方がええんちゃうかなと思うんですけど、でも、とにかく、コアであれが実装されてるのなんで、とりあえず僕のブロックスタイルを消して、で、それがこの実装の仕方が不満で、そのボタンとかにしようと思って、今度あれを消した上で、ボタンをやらなきゃいけないっていう、かなり、って感じですけど。で、実は僕ね、ディスカッションはちょっとしてもらおうかなと思ってたんですよ。ホバーした時に、こう、震えたりとかするような、いや、あと、どこ、追加したのどこにいようかなと思ったんですけど、もう明らかに時間が足りないので、ぜひ、ちょっと考えてみて、Twitter でつぶやくとかなんか知ったり、あるいは実装を試みたりとかしてみると、嬉しいなと思います。って感じで、まあ、これを技術の、その、名称で出すと、ReactJS だけじゃないですね。モダン JavaScript は、その ReactJS をビルドするとかするのに必要だったりします。それからさっき言った UX、UI に、CSS 設計に、さっきクラスとか、あの辺の話も、あれじゃないな。セレクターの話とかもしましたけど、CSS さんに、それを全部つなげようと思って、今結局プリプロセッサーを通すとか、で、PHP もあって、アクセシビリティもあって、なので、その、リアクトだけちょっとレベルアップすれば、あの辺はできんじゃねえかな、な、どうじゃ、ないな、これ、っていう、気がだんだんとしてきてですね、なかなか重いですね。で、まあ、何をどこに、どのタイミング、どのように実装するのか、で、それも全部保持しつつ、バグもなくして、オリジナリティも出せて、はい。めっちゃ大変、どうするのか、これ。そういう話ですね。で、まあ、っていう風なところをやらなきゃいけないなと思ってやったんです。考え直したんですけど、まあじゃあ何からどうすればいいのかなっていう。で、おさらいしたときに今学ぶべきことは、
ちょっと、内容で話したのも加味するところになったんですね。スキルのレベルアップと、設計の考え方と、その、僕はあえてブロックエディターって書いたんですけど、そのもの自体。で、すべて変更してできるのが一番いいんですけど、そんなわけもなく、まあ、いろいろ思うと、まず PHP は、これは今すぐスタートできるのかなと思います。もう、テーマを作ってらっしゃるってことは、PHP は書くってことなので、その中で、ちょっとずつ導入していく。それっぽいのを何かで見かけたら、まあ、調べて、自分のやつに取り入れるか見てみる。そんな感じですね。とりあえず入れてみる。一個スキップした中で、アレイを、アレイじゃなくて、この、こう四角括弧で囲んで入れるっていう。僕はあんまりあれ始め好きじゃなくて、先頭にアレイって書いてる方が、ここから配列が始まるって好きだったんですけど、まあまあ、でも、真似してみるかってやってると、最後の部分、アレイって書くと、こう、普通の括弧で終わっちゃう。これが連発するんですよね。それがなくなって、鍵括弧で、これ鍵じゃない。四角括弧で、普通の括弧で終わったんで、そっちの方が全然見やすいわっていう気がつき。それは、そうですよね。もっとすごい人たちがいろいろ考えて投入したんだから、そっちの方が、なかなかいい利点もあるって考えられまして。まあ、そういうところを、まあ、少しずつ真似できる範囲かなと思います。CSS 設計も、これも、まあ、考え方が先行なきゃいけないんですけど、まずはね、狭い範囲でスタートするのが、最初から大きくしたい。さっきお見せした通り、僕は、参考にして、IT CSS 参考にして、ハップインポートでなんか7つぐらいやって、あの中にさらに分かれてたんですけど、おすすめします、ね、最初から。細かく分けすぎました、ね。正直言うと。はい。で、すでに実践してる人は、多分ね、まずブロックの周辺ですかね。そこら辺から若干少し見直したり、エディター側とフロントエンド側で分かれて読み込んだりとかっていうところをブラッシュアップしてる。はい。で、ブロックエディターにこと関しては、ブロックスタイルっていうのがあります。で、これもう簡単です。今すぐできます。PHP 数行書くだけか、JS 数行書くだけできます。ブロックスタイル、ブロックスタイルは、念のため言っておくと、この一番上のスタイルのとこですね。あそこです。でやってることは、CSS を、特定のクラスに出すだけなので、それを CSS に追加すればいい話なので、それすぐ、実験というか、やってみることができます。それ以外は、なかなか難しそうですね。リアクトを学ぶとか、カスタムブロックの作り方を学ぶとか、あるので、そっちへ進まなきゃいけない。で、これ僕一枚スライド入ってないんですけど、それをするんであれば、あとでツイートかなんかしようかな。2、3週間ぐらい前、ワードプレスミートアップ大阪で、トロユミさんが、2時間 ?3 時間かなんかの、東京でやったんですっけ、大阪じゃなかったっすか、大阪でやったやつが、そのスライドが出てるので、それを一個ずつブロック、カスタム、まずカスタムブロックですね。カスタムブロックを簡単なものから、最初は何もしないスタティックのやつから、次は文章だけ入れるやつからって感じで作っていってみるのがいいと思います。フィルターフックっぽいのも実は あるんですけど、僕正直試みたんですけど、若干途中でわけわからなくなって、同僚にお願いしますって書いてあげたので、それはそれちょっとおかしらいな。で、ただ、僕の今日の話してるこの内容の、なんていうのかな、学びの、この、段階のことを考えると、まずはこういうことがやってみるのがいいのかなと。例えばこれ、上を下に入れるんですけど、下にあるのは、通常幅のグループブロックです。通常幅のグループブロックに、全幅の画像ブロックを入れました。画像を設定しました。どんな風にこれ表示されると思います？全幅が通常幅に入っているから、通常幅に表示されると思います？それとも、通常幅の中に入っている全幅が優先いって全幅になると思います？すごく単純な、爆発するわけじゃないですけど、ただ単純な質問ですけど、それ、多分もしかしたらクライアントさんに聞かれると、一瞬答えになる、答えになるようなことなんですよ。なぜかってこう、自分でこれもう試さないと、わからないです。
答えはですね、この中に僕は入れてないので、ぜひ後で皆さん試してください。あとは、似たようなものだと、前幅の中に、違うな、通常のグループの中に通常のグループが入って、その中にさらに前幅とか、ですね。カラムブロックの前幅の中に通常幅の画像が入るとどうなるかとか。カラムブロックで3つあって、左は何もなし、右は何もなし、真ん中は通常幅。じゃあどうなのかとか。ぜひこれ試してみてください。なぜかっていうと、どんなようにこれが動作して、表示して、あるのがデフォルトなのかっていうのが、わかんないんですよ。で、どの でデフォルトテーマが正しいのかって、僕ごめんなさい、キャプチャ通り暇はなかったんですけど、カラムを前幅で入れて、段落って言います。そうすると、ブロックエディターのスタイルだけでは、右端と左端の段落の、が、一番端っこまでくっつくんですよ、ブラウザの一番端まで。なぜかっていうと、その外側のブロックが、前幅になってるからですね。前幅が全部端っこまでつくようになってるんですよ。なので、それがディフォルトの状態かなと思うでしょ ?2020 見てください。左と右にパッディングが入ってます。2020だと、まあ違うんです。これは2020がそういう見た目にさせたかったのか、それとも、そもそもそういうことをテーマ側、作者側がしなきゃいけないものなのか、できたこと後で追加した方がいいですね。それを。どっちが正しいのかよくわかんなくなってくるんですね。僕、何が正しいかわかんなかったら、バグですって言われても、バグかどうかの判断できない。デバッグができない。で、スタイルも追加する必要があるのかもわからない。っていうことがあります。3分前、そうですね。で、なので、まあこれ僕の実経験もなんですけど、だんだんブログ書いてる人間でも、作る側に待っちゃうと、使う頻度が落ちがちです。なので、ブログ書くでも、クライアントさんに頼まれてコンテンツを承認するでも、とりあえず自分でなんか適当なものをローカルで書くでも何でもいいんですけど、ちょっとまずブラックエディターを使い倒すことから始めないと、何がどんなことができるのかわかんなくなるんです。どういうふうに動くか、どういうふうに表示されるのかわかってなければ、作れるわけもなく、ですよね。そうすると、いい、すごいバリバリの JS 書いて、すんげえブロック作るとかっていう話じゃなくて、もっとそれの以前の話になります。なので、これもさっきともリビードですね、把握しておかないと、あるかも。で、そういうことを学びつつ、もうちょいです。意識してやることを僕なりに考えてみました。3つ。1つをコードのアウトプット。よくキャンプでそのアウトプットしましょうとかで、ブログを書く、感想を書くとか。まあ、それはそれでいいんですが、コードを書かないと学べないので、このことをテーマを作るに関しては、今、例えば GitHub のように、もうコードだけ上げるっていうサービスもあるので、どんどん上げていったらとこにしていって、まあ、会社の仕事のやつも、問題ないやつは、コンポーネント化して出したりとか、いろいろしていく。というのが一つ。二つ目。まあ、これちょっと、人によってやると、上のレベルに自分を置くっていう、まあ、上のレベルを意識したり、自分を置いたり、その自分よりもスキルレベルが上の人ですね。かつ、もしくは範囲を狭める。っていう話です。で、これ、僕の場合、これは転職でした。いろんな A から Z まで全部のやつをやってると、狭めて、さらに自分よりも確実に上だというようなデベロッパーがいるようなところに、置かなければ、なんていうか、キャリアって僕の今後、なかなか、今これやらないとむずいなと思うんで、それをやりました。まあ、みんなに転職しましょうって言ってるわけじゃないんですけど、ニッチもサッチもいかないところにいるんであれば、それも一つの手かなと思いますし、そういう、する前に、まあ自分で行動を出していくっていうことです。で、三つ目は、外です。まあもう10年以上、このワードキャン、ワードペースの方にいますけど、いろんな人がいて、いろんなことを学べることがあって、それはそれですごいんだけど、その道のプロっていうのは実は、ワードペースコミットの外にいるっていうことを、入りがちってことを忘れがちになって、この中で関係したいことがあります。なので、常に、例えばさっきの言った JS の話とか、フロントエンドの話だったら、そればっかりやってる人いるわけですから、イベントもあるし、いろんなことも外に書かれてますし。それから、あとは、
日本のコミュニティと、そう、あの、海外のコミュニティですね。海外の方がもう、この辺は、あの、全体的に見ると、マクロで見ると、まあ、すごい人もいますけど、全体的に見ると、多分もう1年、2年は、先を行って考えてるってところがあるので、そういうところも意識しておきましょう。まあ、片足を常にちょっと外に向く感じですかね。って感じで、はい、予定時間です。OK でした。あと1枚おしまいです。まあ、日々、ウェブ技術進化するし、ブロックエディターもまだまだ改善あるし、で、これ、ブロックエディターを忘れなきゃいけないのは、このグーテンベルクというでっかいプロジェクトのうちの一つのフェーズの一個目なので、今後これ、まだまだ変わってきます。実装が明らかに裏側ではうまくできないことがたくさんあるので、変わってくるところもあるので、なかなかすごく、大変ですね。僕もアラフォーになって、さらにこれは大変ですね。覚えたり学んだりするのが、なんですけど、まあちょっと、皆さんでもうちょっと、みんなでもう少しずつみんなレベルアップしていって、ちょっとでもその、日本のテーマの、コミュニティのこう作って出てくるテーマのレベルも絶対的にちょっと上げていくことができれば、いろんな貢献につながるかなと思いました。はい。ありがとうございました。ぜひ、学びと作ったアップデートをこうちょっとやっていきましょう。あ。コピペして場所を調整するの忘れましたね、僕に言われる。あの変なところに書いてますが、はい。あの、ツイッターとかいろいろいいので、よろしくお願いします。ありがとうございました。